結果を出してサクッと変える、迅速時短、開示、選択、決断、行動という4つのプロセスにかけられます。これをサイクルのように回す、世界標準の迅速時短サイクルと体系化して自分の時間の使い方に取り入れております。私の主人、イタリア人の主人がいるんですけれども、友人を含めて海外のビジネスリーダーは毎年夏休みを1ヶ月ぐらい、そして冬休みを2週間ぐらいと、とりあえず休みを取る方が多いんですね。で、日本のビジネスパーソンは海外から見るとすごくできる人が多いんですけれども、一人一人の生産性は高いのに、なぜこう長期休暇も取れない。私がグローバルリーダーの方々から学んだ考えの中に、ローハンギングフルーツっていうのがあります。リンゴの木からリンゴ狩りをすることを考えていただきたいんですけれども、木の一番上の難しそうなところに手を出す前に、取りやすそうなところからスタートしましょうという考えです。優先順位をつける方法として、価値追求マトリックス、他の人にはできない楽しめるというところに集中していただきたいと思います。全部で5つのテクニックがございます。1つ目が前倒しデッドライン時短術です。2つ目の方法なんですけれども、タスクをみじん切り時短術です。3つ目がとりあえずスタート時短術です。ピボットをご覧の皆さん、ヴィランティ牧野のり子です。今日は私の時間についてお話しします。牧野さんは国際エグゼクティブコーチという肩書きです。どのような仕事をしているのか、簡単に自己紹介をお願いします。20年余り10カ国にわたり、グローバル企業と呼ばれる世界的大企業の本社から、中国のファミリービジネスまで、さまざまな会社でキャリアを積んでまいりました。私自身キャリアで悩んだ経験が多くあり、当時の私のような方にお手伝いができたらとコーチングの分野で独立しました。現在はイタリアのミラノをベースにオンラインでコーチングを行ったり、企業様への研修を提供させていただいたりしております。今年、時間の使い方に関する本を出版されました。タイトルは何ですか？結果を出してサクッと変える、迅速時短です。神のような速さの時短術ですか？世界標準の仕事における時間の使い方の本です。本を書こうと思ったきっかけは何でしょうか？私の主人、イタリア人の主人がいるんですけれども、友人を含めて海外のビジネスリーダーは毎年夏休みを1ヶ月ぐらい、そして冬休みを2週間ぐらいと、とりあえず休みを取る方が多いんですね。で、日本のビジネスパーソンは海外から見るとすごくできる人が多いんですけれども、一人一人の生産性は高いのに、なぜこう長期休暇も取れない、どうしてこんなに一生懸命仕事をしているのにと思ったのがきっかけです。牧野さんは時間の使い方が上手なのですか？私自身、昔は時間がないと悩みだらけだったんですけれども、今は忙しいには忙しいんですけれども、それを楽しいと感じて悩みとは感じなくなりました。私プライベートでは障害児の娘もおりまして、3人の子供がいるんですけれども、子育てをしながら、どうやってそんなにいろいろやってるの、のり子さん3人いるんですか、みたいなことをよく言われます。時短術の極意をぜひ教えてください。一言でまとめると、一人で仕事を抱え込む時間を極限までなくし、周りを巻き込んで行動していく、そういった仕事の仕方です。具体的にどうやるのですか？開示、選択、決断、行動という4つのプロセスに分けられます。これをサイクルのように回す、世界標準の迅速時短サイクルと体系化して自分の時間の使い方に取り入れております。では開示から教えてください。開示とは、いわゆるアウトプットということなんですけれども、会社やチームの方向性をどうしたらいいかとか、自分は将来何をしたいのか、自分が大切にしている価値観は何か、そういったことを自分の意見、思いをアウトプットすることです。自分の問題は一人で頭の中で悩み抜き解決するというふうになりがちなんですけれども、そうではなくて、人に相談しながら、話しながら頭を整理する、そういったものが開示になります。例えば上司に悩みを話したら、そんなことで悩んでたの、こうすればいいよと5分で解決した、そういった経験のある方も多いんではないかなと思います。開示のメリットは何でしょうか？まず時短で頭の整理ができること、また相手に考えを伝えることによって、自分の悩みは急だったり、相手とずれていることが事前にわかる、そういったメリットがあります。日本人は自分の思いを開示、アウトプットするのが苦手ではないですか？はい、日本の教育っていうのはどうしてもこうインプット中心になっていると思います。ですので、アウトプットになれない方ってすごく多いんじゃないかなと思います。私も最初は全然意見がアウトプットできなくて、っていうかそもそも意見がなかったので非常に困りました。アウトプットの能力というのは機会の多さと慣れなんですけれども、これは誰でも慣れることができると思っております。例えば私のクライアントさんなどを見ていると、意識をすれば意外に早く慣れる方が多いようです。では開示、アウトプットの方法を教えてください。3つあるんですけれども、書く、話す、聞くの3種類のアウトプットです。まず書くアウトプットというのは、文章にすることによって頭の整理をすることです。いわゆるセルフコーチングのような形で、第三者的な視点に立って自問自答するのも効果的です。2つ目、話すアウトプットは、
文字通り誰かに話を聞いてもらうことによって頭の整理をするということです。ここでとっても大切なのが相手がまあ誰かということなんですけれども、まあ、慣れないうちは特に話を聞いてくれる人、話しやすい人にアウトプットするといいんではないかなと思います。またスピーディー人間関係構築法っていうのを私こう言ってるんですけれども、ワンオンワンされる方も多いと思うんですけれども、ワンオンワンを通して顔見知りの、まあ、ちょっと知ってる人だったのが知り合いにランクアップするんではないかなと思います。これができると仕事がずっとスムーズに図れるようになって時短となります。特にこう新しい部署に行かれた方とか転職をして新しい環境になった方は顔見知りを知り合いにランクアップしてワンオンワンされることをお勧めしております。またワンオンワンだけではなく安心安全の環境の中で複数人でのアウトプットもブレスト的な要素があってとても効果的だと思います。3つ目なんですけれども、聞くアウトプット。こちらは例えばポジティブフィードバックを上司におねだりするとか、あなたが知りたいっていう思いを積極的に開示することです。最初はちょっと恥ずかしいかなと思うんですけれども、例えば上司にどう思われてるかなとか、上司からのフィードバック欲しいなとか、人事評価の前にちょっと気になったり不安になったりするなっていう時は思い切って話して聞いていただきますと、全く自分の思い違いだったということで悩む必要がなかったと気づくこともあるかと思います。必要がないのに一人で勝手に悩んでいる時間こそ無駄の最たるものですので、思い切って直接聞いてみましょう。成功者にインタビュー時短術もとってもおすすめです。社内外のロールモデルや成功者に思い切って直接質問するというものなんですけれども、これ聞くと相手は案外答えてくれるものです。成功者の裏には苦労や失敗もつきものなんですけれども、こういったお話を直接聞くことで自分もできそうとか頑張ろうって思えて夢や目標の実現にぐっと近づくんではないでしょうか。では開示の次、選択の方法を教えてください。やるべきことがもう山積みでたくさんっていう話をよく聞くんですけれども、こういった方には何をやるかだけではなくて何をやらないかを選択することをお勧めします。これは今やらなくてはいけないことか、私に今でしかできないことか、やった方がいいけどもしかしたら今やらなくても良いことかと、まあ、こういったことを考えていただきたいと思います。いろいろなことに頭を悩ませていて、それを考えることに時間を使っているっていう方にはコントロールできること、インコントロールに集中することをお勧めします。というのはコントロールできないことに時間を使っても時間の無駄になってしまうからです。コントロールできることとコントロールできないことをどうやって分けるのですか？インコントロールは今ここで決められることですね。決断したら何かしらの影響があることです。逆にコントロールできないことっていうのは自分で決められないこと、自分の手を離れたこと、またこれよくあるんですけれども過去のこと、将来のことで今は分からないことになります。コントロールできることの優先順位はどのようにつけるのですか？優先順位をつける方法として価値追求マトリクスをぜひやってみていただけたらと思います。こちらは横軸に他の人にはできないこと、他の人でもできること、縦軸に楽しめること、楽しめないことがあります。これによって皆様の価値を最大化できているかということがチェックできます。価値追求マトリックスのどの領域をやればよいですか？他の人にはできない、楽しめるというところに集中していただきたいと思います。そして他の人にはできないけれども楽しめないというのは任せる、他の人でもできるけれども楽しめるものはあえてやらない、また他の人でもできて楽しめないはもう手放す。これを手放すときにどんな人に手放すかということなんですけれども、これはタスクを任せられた方、その方が成長できるような人を選んでいただけるといいんではないかなと思います。では他の人にはできないかつ楽しめる領域に集中する際、何を心がけたら良いですか？私がこの時間の優先順位を考えるときの基準として、それが自分の幸福度にどう関係するかということを大切にしています。例えば皆様の人生がこのマトリックスの右上のタスクで溢れていたらどうでしょうか？お仕事でもプライベートでも皆様が得意でもう自然にはかどって、それをやってるとみんなにありがとうと感謝されるような、そんなことです。そういったタスクを楽しんで時間を過ごされることをイメージしてみてください。というのは、いくら生産性がよく効率的にタスクをガンガンこなせても、それがあなたを幸せにしてくれなかったら意味がないと思ってるんですね。また中には自分にしかできないことなんてないかもとか、一会社員の立場でそんなわがまま言えないと考えている方もいると思うんですけれども、私もですね、以前は自分の時間なんて犠牲してもと思っていた時期もありました。またこんな普通のことで人様に貢献できるのとか、こんなことでいいのとかですね、思う方もいると思うんですけれども、一つ覚えておいていただきたいのは、自分の常識は他人の非常識、自分の得意や強みっていうのは案外わからないものです。あなたにしかできないことを発見するにはいろいろな経験を重ねることが大切なので、楽しいと思うことに関して自分や他人がどう思ってるかも敏感になる、他の人からフィードバックをもらうことも参考になるんではないかなと思います。また先ほどのマトリックスの考えなんですけれども、やるやらないを決めていただいても、まだたくさんやるがいっぱいある人っていらっしゃると思います。ではその中でどこから手をつけるかということなんですけれども、
私がグローバルリーダーの方々から学んだ考えの中にローハンギングフルーツというのがありますので、これをお話しさせていただきます。直訳すると低いところにぶら下がっている果物、これはビジネス用語で結果が見えやすい簡単な目標からスタートするということになります。リンゴの木からリンゴ狩りをすることを考えていただきたいんですけれども、木の一番上の難しそうなところに手を出す前に取りやすそうなところからスタートしましょうという考えです。リンゴの木をマトリックスに分けたいのですけれども、その時に横軸が成果や価値、縦軸が難易度です。難しくて結果が出るかはっきりしない課題からスタートするよりも、結果が見えていて簡単なところから片付けて確実に素早く一定の成果を得よう、そういった考え方になります。それによってできたという自信になったりとか、短期的に達成感を感じることができるからです。では選択の次、決断の方法を教えてください。決断が苦手っていう方多いと思うんですけれども、決めないことっていうのは課題の先送りだけではなく新たなリスクにもなるということを考えていただきたいと思います。ですので手元にある情報でスピーディーに決める、悩む時間を最小限にして目標に向かって進む、今ある情報で決める、そして必要があれば後から修正する、そういった考えです。日系企業は外資系企業に比べて決断が遅いとよく聞きます。日系企業から外資系企業に転職した人にどこが一番違うって聞きますと、必ずと言っていいほど決断と意思決定のスピードっていう答えが返ってきます。外資系企業はなぜ意思決定のスピードが速いのですか？個人主義で働いていると思っている外国のリーダーたちは一見一人で意思決定しているように見えるかもしれないんですけれども、実はそのプロセスでは多くの人の力を借りてます。ですので決断にあたっては絶妙に周りを巻き込んで相手の意見を聞いて違う視点から物事を見る、そういった機会を作ることによって自分が決める時の材料集めと頭の整理を行っているんです。決断者、関係者は周りの人から意見を集めて、みんなが一人で悩むのではなくアウトプットしてフィードバック、そして根回し、こういったことを行ってます。また決断のためのディスカッションというのよくあるんですけれども、決断者がこういろんな情報を集めて分かったら、皆さんありがとう、これで進めますと、これで進めていって、で進めながらまた周りの人を巻き込んでこうほうれん草で報告をしていく、そして必要に応じて相談をしたりアジャストしたり、それによって決めてどんどん前に進むということができます。そうしますと、また今日も決まらなかった、また次回の会議で話そうか、こういった繰り返しを避けることになります。また決断するときにサンクコストという概念もちょっとお伝えしたいんですけれども、これは私がインセアットというフランスのビジネススクールの MBA で学んで最も印象に残っているコンセプトの一つです。サンクは沈んだ、コストは費用、つまりすでに払ってしまって取り戻すことのできない埋没費用のことです。本来ビジネスにおける決断材料に取り返すことのできない埋没費用っていうのは考えるべきではないと思うんですね。常にゼロベースで今から将来のことについて決断するならと、フレッシュに考える必要があると思うんですけれども、人というのは過去に引っ張られがちです。例えば収益性の良くないビジネスに投資して今後も見通しが良くないのに、今まで投資したから今のまんまでマイナスで終了したくない、こういった場合です。また思っていたのと違う取引先と契約してしまったかも、なども日常的にあり得るんではないかなと思います。私たちは損失回避バイアスといって、将来の報酬よりも現在の損失を大きく評価する心理傾向があるんですけれども、今から再スタートするならと問いかけてみて、もし今からフレッシュで考えて答えがノーという場合はスパッと決める決断をすることも大切かもしれません。では決断の次、行動の方法を教えてください。全部で5つのテクニックがございます。1つ目が前倒しデッドライン時短術です。これはいつまでに何かをしなくてはいけないという時に、それよりも前にデッドラインを自分で作って、そのデッドラインに誰かを巻き込んで進めることによって、一人でデッドライン直前に慌てたり悩んだりすることがなくなるという方法です。例えば1ヶ月後に大切な会議があって、その資料を作ってプレゼンをしなくてはいけないとしましょう。毎日忙しいと思うんですけれども、準備しなきゃ準備しなきゃと思って時間が1ヶ月経ってしまった経験、私は何度もあります。これを避けるために、例えば3週間前にどのような流れにするかっていうラフなアイデアを同僚に聞いてもらって頭の整理をする。これ話しているとだんだん気分が乗ってくるので、まず資料作成があるとだんだん楽しみになってきます。そして2週間前には上司にアポを入れさせてもらって、スライドのドラフトを見てもらう、そしてフィードバックをいただく。そうするとまだ完璧じゃない、それでもまだ2週間ある状態なので、こう気楽にお話しすることができて、お互いからちょっとブレストっぽく新たなアイデアが出るかもしれません。そして1週間前にはまだこの件について話していない同僚の方にプレゼンを聞いてもらう。そうするとフレッシュな観点でフィードバックをくれますので、いろいろ学ぶことが多いと思います。そして本当にもうギリギリの最終の数日前に上司と最終チェック、
あとはゆっくり寝てうまくいくぞと夢トレをして臨む、まあ、こんな形になっております。定期的にデッドラインがあることで忙しい日常でも隙間時間に少しずつ行動できる、これがメリットになっております。逆にこの前倒しデッドラインを作らないと数日前に慌ててどうしようということになって徹夜をしたりとか、あとこうまだできてないのみたいに上司に聞かれたりして、まあ、そういった言葉にハラハラしたり不安になったり心配になったり、悩む時間こそ無駄だと思いますし、また結果を考えても悪影響になりがちなんではないかなと思います。2つ目の方法なんですけれども、タスクをみじん切り時短術です。特にこれ大切って思うような仕事は大きく見えるっていう傾向があると思うんですけれども、そうするとこれ大切だからどうしようって手がつけられなくなって進まなくなることがあると思います。私もよくコーチングのクライアントさんから聞くんですけれども、まとめて考える時間が取れないからスタートできなくて、前回相談した時から全然進んでないんです、そういったことよく言われます。まとめて考えないとできないと思うようなプロジェクト、企画書、何でもいいんですけれども、なかなかスタートできない時にはそのタスクがあなたの中で必要以上に大きく見えたり難しいものと感じたりすることが多いんじゃないかなと思うんです。そういった大きな塊をみじん切りすることで一つ一つはそれほど恐ろしくないタスクに分けられると思います。3つ目がとりあえずスタート時短術です。会社の中でも新しいプロジェクトや今までやったことない、まあ、そういったことをチャレンジする方多いと思うんですけれども、こう何か新しいものってこうどうしようって思いがちなんですね。海外で仕事をしていると日本人ほどいろいろなことがきちんとしてないんですけれども、それがですね、逆に新しい挑戦をするときに良い影響になっているかなと思います。というのはちゃんとして始めようと思ってできないんですけれども、新しいチャレンジは、まあ、できるか大丈夫かわからないけど、とりあえず30点でとりあえずスタートしよう、まあ、こういったあのマインドセットの時短術になります。というのは何でも始めたてはきちんとしていない、ちゃんとできないのが当然だと思います。ですので考えていて動けないよりもまず動いてやってみて初めてわかることを理解して方向を修正していく、こうやって PDCA を回した方が大丈夫かな、どうしよう、どうやってスタートしようと心配して悩んで会議を重ねるよりもずっと早く結果につながるんではないでしょうか。4つ目がながら行動時短術。これは文字通り何かをしながら別のことをやるということですね。1つの時間に2つのタスクを入れます。これも先ほどのようにみじん切りするとながらがしやすくなると思います。私は例えばデータや調査をするときには家事をしたり運動しながら、まあ、ピボット動画のようなものを見て情報をインプットする、そういったことをしております。そして海外のながらでよくあるのが、会社ではお互いに忙しくてなかなか話ができない人と車で通勤している場合なんですけれども、車でお互いに朝通勤中の行っている間にちょっと電話をして、2週間に1回じゃあ車の通勤中の8時に電話しようみたいな感じにして、電話会議をやっているとか、変わった方ですとこう電話会議している時にジムで運動しながら電話会議をしていると、そういった方もいらっしゃいました。ただあんまりながらをされますとこう頭の中ずっと考えている状態になってしまいまして、逆に脳に良くないかなっていうことも思うんですね。たまにぼーっとされる時間っていうのもとても大切だと思いますので、いつでも何でもながらで詰め込むのがいいとも思っておりません。そして5つ目なんですけれども、ゴールデンタイム活用時短術です。これは自分の頭が働きやすいのはいつかなっていうことを考えていただきたいんですけれども、私は例えば朝早朝が一番こう集中できて、そこに仕事を持ってくるとどんどんはかどります。ですので執筆活動みたいなことは早朝にすることが多いです。また夜型の方もいるようなので、そういった方には夜に大切なタスクを持ってくるといいでしょう。また私は寝起きが頭が冴えるのでちょっと疲れるとお昼寝をします。もちろん会社の時はそれ難しいと思うんですけれども、リモートの方とかお昼休みに10分20分お休みをすることによって午後の生産性が上がるんであれば、それも良いかもしれません。開示、選択、決断、行動の新速時短術は以上ですね。こちらは以上なんですけれども、これはサイクルであることが一つ大切でして、行動の後にまた開示がございます。ですので行動してみて初めて分かったこと、それを周りの仲間とかに開示することでサイクルが丸くなりますので、ぜひここも一本線にならないように続けてください。このサイクルに休息というものも加えたいと思います。というのはちゃんと休んでいる方がこのサイクルがうまく回るからなんです。私海外で仕事をしていて思ったんですけれども、休んでいるリーダーの方が時短で結果を出していると。休息の重要性っていうのは主に3つあると思うんですけれども、まず1つ目はこうオンとオフがはっきりして、まあ、疲れている状態がなくなりますのでバーンアウトを防げる。2つ目は休むことがあるとリーダーの不在がチームを強くする。そのリーダーの方がいないとチームが何とかしなきゃって回しますので、その方々がこうステップアップしてチームが強くなります。3つ目なんですけれども、休息をちゃんととって頭がリフレッシュしているといろいろとひらめきますので、そのひらめきが点と点をつなげていいアイデアが浮かぶ、そしてチームの結果として良くなる、まあ、そういった休息のメリットは多くあるんではないかなと思います。牧野さんにとって時間とは何ですか？時間とは誰にでも平等にあるものだと思います。そして時間を使うか
使われるかっていうのは私たち次第なんですね。一瞬一瞬の時間の積み重ねで人生が決まると思うんですけれども、まあ、今こここそ楽しい時間、豊かな時間というふうに考えるようにしております。っていうのはそう考えているとそれが積み重なって、まあ、楽しい素晴らしい人生になるというふうに考えているからです。人生最後の日の言葉は何でしょうか。楽しかった、ありがとうでしょうか。時間がないと悩んでいるビジネスパーソンにメッセージをお願いします。時間がないという気持ちはとってもよくわかります。ただ皆さん24時間あるというのは一緒でして、そこでどういうふうに時間を使うかということなんですけれども、あなたでしかできないこと、あなたがそれをやることによって周りにいい影響があること、そしてそれによって人生が豊かになることということを考えていただくといいかと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。